春に高校に入ってバイトをして20万くらいのリムモデルのカーボンロードを買おうと思っています。他にいい感じのバイクがあれば教えていただけるとありがたいです。あのね、20万円ってなるとね、ほとんどないんですよ本当に。でギリギリ見つけられたのが、あとウィリーエールですね。こんにちは、松永です。サイパラ相談室のコーナーです。こちらのコーナーではですね、皆様から寄せられたご相談やご意見などに対して僕たちなりのお返事をしていくと、そういったコーナーでございます。それでは早速ご質問を読み上げていきたいと思います。コメント失礼します。春に高校に入ってバイトをして20万くらいのリムモデルのカーボンロードを買おうと思っています。自分が調べたところ、キャノンデールのスーパーシックスエボカーボン105がいいなと思っております。身長175センチ、主な用途、週末のサイクリング、かっこ20から50キロ。予算はライト、サイコンなど部品も含めて25万円で考えています。上記のことを踏まえて、他にいい感じのバイクがあれば教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということですね。まずはコメントをいただきまして、ありがとうございます。高校生。でね、バイトをして20万円となるとどのぐらいかかるんでしょうかね。キャノンデールのスーパーシックスエボカーボン105がいいなと思っていて、他にも何かないでしょうかということで受けたまりました。まずではあのキャノンデールのスーパーシックスエボカーボン105をちょっと見ていきたいなと思うんですけども、こちらですね、リムブレーキモデルでカーボンフレームの105組の完成車で193,600円。こちらのチャンネルでも大変お買い得で紹介した経緯がありますけれども、まあ、昨今の値上がりなんかも踏まえて考えるとなかなかこのお値段でカーボン105組の完成車見つけにくい状況になっているかなと思います。で、まあ、あのどのぐらい先になるかご都合がいろいろあると思いますけれども、このバイク在庫がもしその時にあればなるべく急いで購入した方がいいような状況だと思います。今日はですね、何台かこの後スペックの近いバイクを紹介しますけれども、バイクについてのですね、その詳しい紹介やそのバイク同士の比較などはですね、今回は割愛をいたしまして、まあ、こんなバイクがあるのかといったような程度で参考にするだけにしていただきまして、本当のところはですね、ぜひショップさんに足を運んでいただいて、そのバイクの特徴などをいろいろ聞いて検討をしてみてほしいなと思います。はい。でところでですね、まあ、いつもですね、こういった形で相談事をいただくんですけれども、こちらのチャンネルではこう視聴者様からのご相談や自転車にまつわる出来事やニュースなんかも動画をアップしてまいりますので、興味のある方は、ぜひチャンネル登録、それからいいねボタンの方をですね、ぜひ押していただけると大変励みになりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ではですね、キャノンデールのスーパーシックスエボで検討されているということで、近いバイクを紹介していきたいと思います。まずは他の動画でも紹介したことがあると思いますけれども、グストですね、コブラスポーツというバイクが19万8000円税込みですね。こちらが105組の完成車となっております。グストというと台湾のメーカーで、少し前になりますけれども、タデイ・ポガチャル選手がチームに在籍していたという経緯があったりだとかして、日本でもですね展開されているブランドですね。続きまして、ビアンキのスプリントというモデルがありまして、228,800円。こちらも同じく105組の完成車となっております。スプリントはスプリントディスクというディスクブレーキモデルもあるんですけども、今紹介したスプリントはリムブレーキモデルになっております。続きまして、あのね、20万円ってなるとね、ほとんどないんですよ本当に。でギリギリ見つけられたのが、あとウィリーエールですね。ウィリーエールの GTR チーム、グランツーリスモチームというモデルが、同じく105組で247,500円と。ただ予算はライト、サイコンなどの部品も含めてということでしたので、このあたりの価格になってくると少し厳しいかなというところでしょうかね。
本当はですね、昨年2021年モデルまでですと、このあたりにメリダが入ってきたりするんですよね。メリダのスクルトゥーラリム4000というモデルが今もあるんですけど、やはり昨今の状況が変化することに伴いまして、以前は20万円ちょっとぐらいでですね、購入できたバイクなんですけども、現行モデルを見てみますと税込みで26万4000円とちょっと予算オーバーしてしまうような状況でしたので、今回はリストからは外させていただきました。ということで、キャノンデールのスーパーシックスエボカーボン105と同等クラスのバイクを、今日はいくつか紹介しました。本当に初めて自転車を買うということであれば、サイコンは、後回しでもいいかなと思いますけど、ライト、鍵、空気入れですよね。それから何といってもヘルメット、ペダルもついてませんから、乗るのに絶対必要なものを揃えるとなると1万円以上はかかってくると思いますけれども、早めに買えるように頑張ってほしいなと思います。最後にですね、見た目の好みももちろんそうですし、あとはですね、そのメーカーの背景というかね、その使用している選手だとかチーム、それから歴史なんかも自分なりに調べてみて、本当に気に入ったバイクを購入できるように少しでも参考になればなと思っております。また皆様の方もですね、今回のご相談者様にこんなバイクがいいんじゃないかというのがありましたら、コメントの方でぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。